お兄さんに聞いてみよう。この前この前ちょっと野球の帰りに、はい、たまたま僕こうお兄さん方に質問してみたことをそのまま今日この場でやってみよう。何やったか覚えてない。こう我々素人がテレビを見てるときに、はいはいはい、あの若手の子が、うん、師匠って呼ぶときと、はい、お兄さんって呼ぶとき、はい、で、何々さんって呼ぶときと分かれてる。その基準がなんか我々からしたら曖昧やな。あー、なるほどな。あれ、厳密に決まり事はないですよね。まあ確かにな。あのよく江戸落語の方では真打ちなったから師匠って呼ぶ。あー、なるほど。何かそういうのはあるみたいです。関西ないですよ。やったら、あの話家さんは関東の人は兄さんって呼ぶし。兄さん、兄さん。なんかね、僕やっぱテレビ見てて違和感とか、うん、その、まあ、若手って言われる人たち、うん、20代の、うんはい、ね、でもその人は多分ね、仮にダウンタウンさん見た時は、はい、芸歴で言ったら20年近くあるわけで、うん、それはそうやっても師匠クラス違うんかな。でもダウンタウンでもう30年超えてるよ。あ、そうなんですか。それは言ってました。それのなんかね、もうだから多分テレビ上では例えばね、例えばピッチさんって言うて裏ではピッチ師匠って言うてたりとか、はい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 、そういうこともあったりする。あ、そうなんだ、ね、まあ、使い分けするのが、うん、やっぱり本人の人やわ、あれ。キャラクターキャラクター、人、はいはい、まあ、人っていうのにキャラクターのことを、はい、風貌で同じ芸風でも師匠って呼ぶ人と、うん、同じ芸歴で兄さんって呼ぶ人と、やっぱり俺らも使い分けするの。見た目って大事やん。だからお兄さんなんかピッチ関言われるもん。それは職業変わってもとるやん。あ、それが前言ってた源氏名職業変わってもとるやん。それは関でもええわ。だから一応名口とる養成所ができてからね。そうやっぱりなんか、ね、うん、弟子、お弟子さん取ってはる人は全員師匠なんかなとも思ってたんですけど、僕らの基準では自分の師匠の、まあ、全国らでも師匠と呼んだ方がええんかなとか。あ、なるほど。で、どっちやろうと迷ったら師匠と呼んだ方がええかな。そのお姉ちゃんみたいにお弟子さんについとったらそういうのあるわね。師匠と同道具芸歴ぐらいでも師匠って呼ぶし、はいはい、横山隆史郎さんとか、カンタカンナイさんとか、はい、そういうね、サンゴジュウゴさんとか、はるかかなた、その辺って結構大体用意のとこの芸歴やな、はい、で芸歴やけど、俺はやっぱりな、カンタカンナイは師匠って呼んどったんや。で隆史郎さんとかお兄さんや、で、はるかかなたもお兄さんや、国を通るもお兄さんや、お姉さんじゃないですか。お姉さん、一人お姉さんやから、はいはい、そういうのでやっぱり人で変わってくるよな。あ、それは大きいですよね。で、オーラもそうやって呼んでるけど、ただ高志、高志の高志さんが、はい、やる気たまるの玉屋だけに玉屋も兄さん、兄さんって呼んどってるから高志兄さんが玉屋のすまんの、これからわしのことを師匠と呼んでくれへんかのそこは、なんでそんな、そんな差別があんねんと思うんだけど。そう、まあでも話し家さんは特にそうですね。三師師匠は三師、あ、文師さんですね。文師師匠ですもんね、はい、若手の人からしても、はい、まあ、お兄さんたちももしご挨拶できたら師匠、いや、僕らはそれは師匠です。え、とかね、ある方が言うてたんか、例えば その文師師匠のことね、若い頃は兄さんって言ってたのを、それはやっぱりこうキャリア積んできたら、なるほどなるほど、年は近いんやけど、もう師匠、あれが何やねん。その名前変わって大きい名前になった人がおるやんか、今まで兄さんって呼んでたんを、その言うたら勝負で一問なんかやったら諸葛っていう名前、はいはい、俺の時松葉さんが七代目一応、まあ、ちょっとだけ続いて亡くなりあって、それまで松葉兄さんって呼んでたのを、諸葛ってなったら諸葛兄さんとはちょっと呼ばれへんなぁ思って、そんなんとかもあんねん。で、それで言うたらな、芸歴でめっちゃ古いのが朝起き太郎さん、はい、あの人なんか言ったら50年近くやってるはずやねんな。で、言うたら師匠やな。師匠ですよ。でもみんな兄さんって。なるほど。師匠って呼ばれる人がバク転する師匠ってことですね。元気良すぎるからね。何やったら朝やんって呼ばれてるから。いや、これはノリいいでしょ。だから本人さんもあるんちゃいます。いや、そんな大佐が師匠って呼ぶなみたいなと思うし。あるあるある、うん、ね、まあまあこういう仕事やったら劇場なんかやったらお茶子さんっていうお姉さんがいたり、はい、世話してくれ、はい、お茶組んでくれたり、はい、でそのお姉さんが若かったも昔は師匠ってみんな芸人さんのことを師匠師匠って呼んどったり、でうちの相方がもうまだ若いんで ねそんなの師匠なんか呼ばんといてくださいと、まだバッて言う時代、はい、うちキャッチのもうキャッチさんでよろしいからって言って、あ、そうですかーってお姉さん言って、で楽屋にうちの相方からマンボウから電話あって、はい、でキャッチさん、マンボウ師匠から電話ですって言うやって
その時から相方がやっぱり師匠でどないやねんってお前が3年言うでやんってマンボ師匠からでも基準ないからそれはまあグレーな部分やと思いますよ結論と。例えばねその、分子さんとかこうランクというかね、その上がった時に、同世代のじゃあ逆にちょっと三師ちゃんって言ってた人が、逆にその師匠と言うになる、言ってはるやろうし、そのお兄さんっていう、まあまあ鶴瓶にはなくてずっと分子兄さんでも呼んではるからね。もうそれは言うたら本人の基準違うわ、ね、とかでしょう、ね、だって鶴瓶師匠かってお弟子さん翔平さん、翔平さんが一番や、一番弟子、ね、けど年が当時は翔平さんの方が上やね、俺が。でも芸歴の人ら俺変われへんねん。はい、まあ、ひょっとしたら俺の方が1年に早いかもしらんねん、翔平さん。もし、あ、翔平さんとはどういうこと？俺翔平さんやねん。で、鶴瓶師匠のことは俺ね、初め、もう、正直上の入った時に、鶴瓶兄さん。はいはい。もうちょっと鶴瓶兄さんと呼んでて、で、翔平さんとか一緒に、まあ、やらしてもらったように、翔平さんは鶴瓶さんを師匠と呼ぶやん。はい。まあ、お弟子さんですから、ね。お弟子さんやから師匠と呼ぶやん。当時もあんまり変われへんの、師匠。で、翔平さんが呼んでるから、俺も師匠で終わらあかんもんで鶴瓶師匠って言うたら鶴瓶にはあお前らは兄さんでええねんって言うてくれはったわ。ああなるほど。それは、うん、もう本人がね、うん、決めたらいいということ、なるほど、勉強になりました、うん、はい、ありがとうございます。